カイトさん、かわいい、お疲れ、ラブ。サイダーさん、推しの輝き。トシキさんも推しの輝き。キズナさん、神。イサさん、ホットココア。深夜さん、推しの輝き。キズナさん、神。アライさん、お疲れ。アスパラさん、BKB さん、神。ミロさん、ハート。オリコンクさん、推しの輝き。カイトさん、神。キズナさん、アスパラさん、推しの輝き。モチアダさん、カイトさん、神。スーさん、ハート。BKB さん、クマのペンライト。スーさん、ハート。キズナさん、推しの輝き。キズナさんも推しの輝き。スーさん、ハート、ミーさん、クマのペンライトありがとう。こんばんは。アライさん、推しの輝きありがとう。パイのみさんもクマのペンライトありがとう。そう、皆さんこのね、推し始めキャンペーンみたいなやつ、本日までなので、もしよかったね、他のルーム入って緑の紙をもらって、ぜひこのルームで投げてくださると嬉しいです。オリコンクさん、ミロさん、まっちゃんさん、神。サイダーさん、推しの輝きありがとう。そう、今日遠征だったんですよ。そう、バーチャルだから、それも広島、そう、瀬戸田だしね、シトラスパークとか、その瀬戸田のね、瀬戸田巡りっていうタイトルだから、広島であるのかなって思ってたんですけど、なんとなんと遠征でございまして、今日はお泊りなんです。だからね、今日のね10時ぐらいにね、ちょっと配信して、準備配信みたいな感じだったんですよ。だからね、ボディクリームとかね、歯磨き粉とか歯ブラシとか準備したんですけど、そう、実は遠征だったんです。うん、でも本当にゴージャスすぎてどうしようって感じ。深夜さん、帝国さん、神。お父さん、豆。西さん、神。帝国さん、ハート。クックさん、推しの輝きありがとう。こんばんは。夜ご飯食べたい。お腹が空いた。私はお腹が空いたよ。合間にね、差し入れでお菓子いただいたからね、ランクドシャめっちゃ食べとったんやけど、ちょっとランクドシャでお腹いっぱいにならなくて、でさっきコンビニで春巻き買って春巻き食べたんですよね。でもまだお腹が空いているので、食したい。ひろひろさん、神。ありがとう。たくやさん、ハートありがとう。え、そうなのよ、今日は東京じゃない、東京か、東京です。あんまちょっと空どこで降りたか分かってないけど、多分東京。天然うなぎさん、熊のペンライトありがとう。めちゃきのこさん、ありがとう。神。広島じゃない、家じゃないよ、ここは私の家じゃない。じゃーん、今日の夜ご飯は春巻きと、こちらご飯の代わりに大麦豆乳チーズリゾット、え、絶対に美味しそう、てか絶対に美味しいやんってやつを1個だけしかなくって買ってきちゃった。鈴木さん、新一さん、だるま、カズさん結婚して、村上さん、推しの輝きありがとう。でね、さん、カメラペンライト。ね、豆乳チーズリゾットで、タンパク質 24.4 で食物繊維 5.7 も入ってて最高。みーさん、クマのペンライト。新井さん、神ありがとう。今日は日誌さん、推しの輝きありがとう。アサイーボウルを食べて、新幹線でたけのこの里のちっちゃいやつ食べて、で着いてランクドシャ6種類あったから6種類食べて、でさっき春巻き食べた。なんか春巻き1個だったはずが2個頼んでて2本食べた。今日は袋めっちゃパンパンだなと思ったら2個入ってた。びっくりしちゃった。2個入ってました。三谷さん、お疲れ。スーさん、ハート。カッシーさん、推しの輝き。新一さん、ハート。三谷さん、神。 A ランチさん、推しの輝き。アルフォートさん、結婚して。小田氏さん、ニッシーさん、推しの輝きありがとう。
夜ご飯です。豆乳リゾットだって。これ胸肉入ってる大麦のリゾットだって。絶対に美味しい。いただきます。やばい、なんだこれは。うまい、うまいすぎる。やっばい、リゾットだ。しかもあったかいし、え、やばい。手が止まらない、やばい。あったかいものはうますぎる。オリックオークさん、神、ひろし、みけいけいさん、ハート、てねうなぎさん、お疲れありがとう。そうだよ、今何時なんだろう。時計がない、時計がないんだが、もしかしたらベッドのとこにあんのかな。11時23分だって。あとちょっとで終わっちゃう。うまい、これ。これ東京でしか見てないけど、あ、でも今日火曜日、くるく水曜日か、あれ火曜日がね、新商品の日だけど、今日広島でなかったんだけど、東京限定なのかな。うんふん、やばい。タンパク質これで取れる、食物繊維も取れるの、やばい。普通に、普通のリゾット、豆乳リゾット。ザキヤマさん、ココア、リアちゃん、おし、クマのペンライト、天然うなぎさん、おしの輝き、ありがとう。おりこくさんで、あったかいものがめっちゃ美味しい。やばいです、やばい。こんなんペロッと終わっちゃう。え、ほんまに美味しい。普通にリゾット。だってこれはまあ脂質高いと思うけど、脂質 7.6、 炭水化物20、あ、カロリーが282、タンパク質が 24.4、脂質 7.6、 炭水化物 31.8 だけど、そのうち糖質は 26.1 で、食物繊維 5.7、 食塩まあ 3.2 でまあ高いけど、え、めっちゃ美味しい。しかもお腹いっぱいになりそう。うん、え、買って帰りたいぐらい美味しい。え、これ関東限定なのかな、誰かこれ調べてください。今日携帯1台しか持ってきてないんです。これ、これは関東限定ですか？広島にもありますか？大体ね、東京にしかないんですよ。関東限定が多いです。A ランチさん、ひたち3号さん、神、かきえこさん、推しの輝き、みろさん、豆、やおさん、かわいい、ありがとう。トリーさん、うま、ありがとう。あ、そうだよ、みんな。第10再販で申し込んでくださった皆様、本日中までです。お手続きメールに書こうと思ったら、今日時間がちょっと、打ち合わせとかの時間がバタバタで、衛星メールにも書いてなかった。皆さん、お話し会の手続きが本日中までです。いつも木曜日10までだったんだけど、本日水曜日10までになりますので、まだの方は友達に言ってください。今日までだよって。シロさん、神、ありがとう。お、お手続き。あ、やっぱり東京都だけ。やっぱり東京都だけか。うわー、東京都のみの販売みたい。だよね、思った。広島で今日見なかったもん、悔しい。やばい、めっちゃ美味しい。ちょっと胡椒とか入れたいな。うんふん、もう終わっちゃうんだけど、どうしよう。明日も買おうかな。終わっちゃった。早っ。早すぎでしょ。ノブさん、ラブ、ありがとう。チロさん、神。こんばんは。
嬉しい。オンラインお話しとったよって。スラハだけかな、他の子もとったかな。嬉しい。お話し会待ってます。お、決済完了。広島でまた話そうね。お、待ってる。ソラハが一番多いかな。前回は話しやすいから多いよって言ってくれたけど、それも聞こうかな。また話しましょう。楽しみにしてる。佐藤さん、神ありがとう。そうだよみんな、お手続きはそう、お話し会とツーショットと別なので、ちゃんと両方ともよろしくお願いします。こんばんは。あ、で見て、で私がおすすめしたこのたらこバター醤油、明日の朝ごはん、お昼ごはんとして買いました。これも広島にあるらしいんですけど、私は見かけなくって、明日食べようと思って買いました。あの、明日朝コンビニ行ってなかったら嫌だからね。美味しいよねこれ、何度も買ってる。嬉しい。メールで紹介してからってことかな。やったね、紹介してよかった。あとタコブツ買った。あ、お昼にね一回買ったやつもある。 あとこれシタラバも、これ明太マヨ。もう私はこういう遠征の時はカロリーが低めっていうか、ちょっとダイエットっぽいやつを買おうと思って。こんばんは。猿渡さん、神。カイトさんも神。エイムさん、ハート。ありがとう。オリコークさん、豆。ありがとう。ミニストップはね、行ってない。なんかね、近くあんまりなかったんだよね。猿渡さん、結婚して。みんなもしよかったら神ギフト待ってます。やばい、ご飯食べて、ご飯一気に食べたから眠たくなってきた。オリコンクさん、ありがとう。牛の輝き、アスパラさん、猿渡さんもありがとう。推しの輝き、猿渡さん、ハート。佐藤さん、推しの輝き、猿渡さん、ジージー、ありがとう。塩パン爆売れしだしました。最近塩パン離れしてる。2月から、まあって言ってもあと40分後ぐらいから2月に入るので、2月からダイエット、ちょっとずつダイエット頑張るって決めたので、塩パン離れしないとダメだと思って、毎日食べてたけど、もう1週間2週間ぐらい食べてないの。偉いよね、褒めて。食べたいけど。広島の話会を待ってます。ひげにゃんさん、推しの輝き。まさきさん、神ありがとう。ほっぺたもちもち。おでぼちゃん、今回の支払い、そう、みんなあと40分もないよ。お手続き完了、よろしくお願いします。たらいぬさん、神ありがとう。代わりに塩パン食べてて。としきさん、推しの輝き、ありがとう。今日はみんないつも人数多いからバラバラなんですけど、今日はホテルがどんどんどんってね並んでるんですよ、席が、名前の順で。だから寂しくなったら千穂さんにも安住にもマネージャーさんにも会いに行ける。あずみはさっきコンビニ行ったんだけど眠くないんですよね。普通に朝も寝てたし、プラス新幹線でもみんな寝てたから、で眠くないよねって話してたから、寂しくなったらあずみにコンコンしに行く。しかもなんか今日のホテルゴージャスすぎてそわそわして寝れないよねって話してたから、あずみーって
シ君神、スーさん神、ヤワさんハートありがとう、クロクロスさん神ありがとう。あ、あずめにプレゼント渡しましたよ、喜んでくれました。可愛かった、あお誕生日おめでとうって、遅くなっちゃったけどって言って渡してネックレスを渡しましたネックレスを渡しました。あずみとお出かけした時に高確率であずみネックレスつけてること多いんですよ。であずみの系統が単色系なイメージっていうか、よく単色系のお洋服着てるイメージがあったので、ゴールドのネックレスをプレゼントしました。なんかネックレスあげるのってなんか縛るじゃないけど、こうなんかね、ちょっと束縛キーな感じもあるかなって思ったんですけど、でもいっぱいつけますって言ってくれて、プライベートでもたくさんつけますって言ってくれて、メッセージ喜んでくれました。あの明日メール書こうかな、写真も撮ったし、あのプレゼント渡した時の写真も撮ったしで喜んでくれました。あずみてか久しぶりに話した、あずみ会った、20日ぶりか、あずみの誕生日ぶりに会いました。いろいろ話したよ。結構あずみとはね、いろんなジャンル結構真面目なこととか話すんだけど、あずみと話した。可愛かった今日も。メタバース配信中にちょっとイチャイチャしちゃったメタバース配信みんな見てくれてましたか？でもなんか終わった後にそのメタバース生配信、最近すごいいろいろしてるけど、その中でも一番多かったですって、一番視聴者さんも多かったですし、コメントも多かったですって言ってくださって、嬉しい。みんな見てくれてたのかな。アバター作ってね、登録しないといけなかったけど、見てくれてたかな。見てた、ポストしてね、ハッシュタグ空通信とハッシュタグしなの空でポストしてね、よろしく。もちろん見た、いっぱい撮った、トーク面白かったし、アバターの動きも面白かった。嬉しい。でもね、トーク褒めていただいたの、めちゃくちゃ面白かったですって。あのスタッフさんは 別室だったんだけど、そのスタッフでみんな笑ってましたってくれてそんなにって思ったけど嬉しかった。楽しかった遠いとコメントが見えづらくなっちゃう、近寄ったら近寄ったで顔赤くなっちゃう。みんな何時に寝るの？まだ寝ない。どうしよう、11時半、あと25分でやばい、2月になっちゃうよ。2月になったらダイエット、でももう3食サラダですみたいな感じじゃないので、ちゃんとご飯は食べるしって感じで、今はちょっとお腹いっぱい。だって春巻きに2個入ってたもん、1個だったのに。春巻き1個でって言ったのに2個入ってて、2個食べたし、リゾット食べたから。節分と恵方巻きが待ってる。そうだよ、でも恵方巻きはもうミニサイズのやつ買います。なんか自分で切るのは良くないけど、もともと売ってる時から短いやつはいいって聞いたことがあるので、自分で切るのは縁起悪いらしいから、もともと短いやつを買います。日遣いもあるまで寝ることない。本当に配信付き合ってくれる？あの絵視聴者プレゼントじゃないの？あの絵ね、ソラハもね、エアドロップしてもらいました。ちょ、千穂さんの X とあずみの X も見てください。見てね、
こんばんは。そう、大きいのは食べないかな。もう胃袋もね、ちっちゃくなったし。こんばんは。明日朝配信しようかなって思ってます。7時半とか準備配信、8時か7時半か8時かその辺ぐらいから1時間ぐらいかな、配信できたらなと思ってますので、ぜひ遊びに来てください。ピース。早起き頑張るだから。でもね、配信終わって喋らなくなったら眠くなるじゃなくて目覚めちゃうんだよね。今ご飯食べて体あったかくなってプラスめっちゃ喋ってるからやばいとかってなるけど、うん、これは目が覚めちゃうやつだ。お父さんありがとう。牛の輝き、やばい、ぼりぼっち寂しいよ。昨日 UFO キャッチャーでゲットしたこのじゃがりこ持ってきたけど食べなかった、食べなかったです。パック、お風呂上がりにするスキンケア、この前兵庫で買って使い切れなかったので持って帰ってきて、ジップロックにこぼれないようにジップロックに入れて持って帰ってきました。これは今日のお風呂上がりに使う。みゆさん神ありがとう。みんな神投げ忘れてないかな。 あと10万ポイントだからもうさすがにアバターゲットは むずすぎるけど、みんな投げ切ったかな。神、空のことが神だと思ってくださったらぜひ。ランクロ社、今日のお仕事でいただいたランクロ社、昔置いとこ。割り箸もコンビニでいただきました。これはお昼にいただいた割り箸で、こっちがさっきもらった割り箸。ソラハの持ち物紹介で、これはファンの方からいただいたリファです。リファのブラシです。リファのブラシ、そしてボディクリーム大事です。ボディクリーム持ってきました。ヘアアイロンは明日の朝します。ヘアアイロンもうちゃんとね、一泊だからいっぱい持ってきました。もう大量にちゃんとお泊まりセット。カイトさん推しの輝きありがとう。食べるの体力使う。パク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 、いっぱい食べて成長しましょう共に。でもソラハの成長は途絶えます。もう途絶えていきたいですね。うい、今日は一人だ、寂しいですね。でも初めましてホテルすぎて、キラキラしてる。本当に寝れない気がしてるんだよね。ニッシーさん神、カイトさん推しの輝きありがとう。天気を消せばいいのかな、わかんないけど、マジですごい。なんか神、女神様だって。ありがとう、全部投げ切ったなんて。なんか光がめっちゃ良くないですか今日。そんなこともない、もしかしてそんなこともない、光良くないですか。なんか良さげじゃないですか。反射してるからかな、この下の机にめっちゃなんか光
光がいっぱいライトがあるからかな。イエーイ。カイトさん、守りたいこの笑顔だって嬉しい守ってくれますかこの笑顔。みんなのおかげで守られてるので、もう守りたいこの笑顔って思って、ね、これ投げてくださらなくて守られてます、みんなのおかげで今日も可愛いだって嬉しい。ニコ。そう、なんか今日はなんかゴージャシーなんですよね。本当にそうそうする。怖い。かわいい、ありがとう、ブラビーさん。明日これ、違うんです。明日は声ラジお休みです。木曜日なんですけれども、声ラジがないんです。寂しい。来週です、声ラジ。コイラジ今週月曜日火曜日水曜日とあったんですけど、木曜日明日はその能登半島地震からちょうど1ヶ月なのでお休みです。スーさん神ありがとう。そう、明日コイラジやると思ってたからめっちゃ寂しいけどね。でも1週間前くらいにね報告来て、そうだったかって、明日はお家でゆっくりします。みんな公園なんだよね明日。出たかったエディオン。エディオンの花だれはちょっと変わるからね。え？そうだよね、エディオンで花だれやったことあるよね。ミュウさん推しの輝き、スーさん神ありがとう。どんどん。あ、何これ。推ししか勝たんだって。天然うなぎさん。ありがとう。ようさん、神、ありがとう。推しの輝き、ありがとうございます。今日は、メタバースありますよ。今日は、暗闇メジャーデビュー6周年。メタバース配信ありがとうございましたの3つポストしたので、まだ見てない方は見てください。昨日のユニバの写真もまだ見てない方は見てください。いいねとかリポスト数が多いと嬉しいので。カズさん神ありがとう。予算しなかがいきたくさんありがとう。そうだよ、メジャーデビューから6周年。私はねちょうどでも2018年の1月31日なの で私のドラフト会議が2018の1月21でって感じだったんですけど、ドラフト候補生の時に岡山県であったね、そのメジャーデビューのなんかティッシュ配りとミニ握手会みたいなのがあって、パパが行ってみるかって言ってくれて、そう行ったんですよ。兵庫県のやつもあったんだろうけど行ったことなかったんですけど、お父さんが行ってくれて、行くかって言ってくれて、12月17日かなのティッシュ配りと、ミニ握手会に行かせていただきまして、まあ、その約1ヶ月後にね、自分がシティ48に皆さんのおかげで投票、皆さんが投票してくださったおかげで合格できてっていうのがびっくりだよね。その時は千穂さんとカノンさんとおちょさん、チョーリーさん、おちょさんがいたんですけど、カノンさんはSTAの1期生オーディションの最終の時に
同じグループ、兵庫県の同じ会場でプラス席も近くてずっと話してたから覚えてくださってて、で今ドラフト生受けてるよねって言ってくださって、頑張れってカノンさんに言ってくださってもらってたから、そう嬉しくて、そう、そのことが嬉しくてね、推しメンにしてました。推しメン、カノンさんのこと推しメンにしてました。ヒシャムさん、神、カズさん、レインボースターと神、ありがとう。みんなは暗闇のそのメジャーデビューの時は STU のことを知ってたけど推しはいなかったとかなのかな。推しはいたけど、まあ、もちろんまだソラハには出会ってない。候補生の時にね、候補生の時から知ってくださってたらあれだけど、暗闇だけはリリース当初から知ってた。おお、でも暗闇そうだよね、暗闇結構もうバーンってなってたもんね。暗闇発売くらいからして応援してた。お、そうなんだ。イオンモール行ってました。お、そうだよね、すれ違ってる方も絶対いたよ。今と全然違うけど今と全然違うけど、あ、瀬戸内の声の歌だけ知った。でもやっぱり元々48グループさんを応援してた方とかやったら、あ、6番目の姉妹グループができるんだ、あ、デビューするんだってなってね、シティ・フォーテッドのこと知ってくださった方もいると思うし、まあ、プラスそのもともとアイドルとか興味なかったけど STU48 っていうグループが地元の瀬戸内、まあ、地元の広島とか兵庫とかにできるんだってなって知った方もいるよね、まあ、人それぞれだと思うけど。でも逆にソラハが STU に入ったおかげで、入ったおかげで入ったから STU 知ったってことも中にはいると思うけどね。え、大丈夫だよ、ね、時間50分、あと10分だ。メンバーのメール購読始めたのが2018の3月4日だから、デビューして、あ、デビューしてからした。え、すごい、長年すぎん、すごい、すごいね。みはんさん、神、ありがとう。 ST のおかげで握手会行くようになった。あ、そうだったんだ。前のおし様のあれかな、そうなんだ。今は昔は変わらずとあかりさん推し、そら星ではないんか、嬉しい。6年前はちょうど大阪の法廷とか瀬戸内の法廷、知らん知らん、なんか、いや聞いていいか分からんけど、みんなの過去の推し、知らんかも、そういうの、ちょっと気になるかも、まあ、もちろんね STU から始まったよって方もいると思うけど、過去の推しのグループとかあんま聞いたことないかも。いや、まあ、自分から言わんと思うからあれやと思うけど、気になる。なんか、聞いちゃいけん、聞いちゃいけん、これ、お話し会とかに聞いていいんかな。気になる、なんか、分かんないけど気になる。スラハと似とる人を押しとったのかとか気になる。みはんさん、たくさん神、ありがとう。がっつり欅坂さん、欅坂さんね、ゆっかさんか、ゆっかさん、それは渡辺梨香さんだ、梨香さん、女子アイドルは STU が始まった。嬉しい、そらは欲しい、みちゅそら、NGT さんから、聞きたい、聞きたいとか気になる、気になっちゃいますね。こんばんは、4日に言ってくれる、知ってる、知ってるよ、知ってる、あの木坂さん、その話ね、お話し会でしよう、今週末の。
あ、タワー、え、アルウォードさん、え、え、タワー、ありがとう。何タワー、これ何、何、やばいやばい、なんか電波急にやばい、何これ、もう怖い怖い。あ、ハッピーガール決定したね、これ。もうすぐ終了ってめっちゃすごい言われる。え、ありがとう。これお名前なんて、何タワーって言うんだろう。せいさん、神ありがとう。アルフォートさん、コカジアさん、推しの輝き、クラス、クロクロスさん、ホットココありがとう。俺いいよ、だって、いや書くよ、書くよ。クマさん、これ何、鬼クマみたいな名前、そんな名前じゃない。そんな名前じゃないかもしれん。みんな緑の髪は投げ切ったかな。これどんな顔してるんだろう。クマさん、今週末のお話し会でちょっと聞こう。もソラハゴスマイは、なんか、やんま聞かん方がいいんかな。ソラハゴスマイって誰を応援してたのって。スーさん、ハート、アルフォートさん、神たくさんありがとう。ミーさん、推しの輝き、コカジアさん、神ありがとう。鬼のクマさん、タワー、ありがとうございます。じゃん、アルフォートさん、鬼だぞ、鬼のクマタワーありがとう。鬼、ありがとうございます。次が変わるから、次が変わるから投げてくれたの。あ、あと5分だ。ゆたかさん、神ありがとう。みんな約1週間ぐらいたくさん神投げてくれてありがとう。ね、そらは、ね、なんだっけ、これ、名前入りアバターは達成しなかったけど、みんながいっぱいね、まあ、いろんな他のルームに行って神ゲットしてきて、そらのとこ投げてくれてて嬉しかった。まあ、みんなが釣られてないことを祈るんだけどね。神ギフトいっぱいくださったのは嬉しいけど、まあ、そこで釣られてたらもう元も子もないんだけどね。ありがとうございました。でもあと10万ポイントだったんだね、すごいね。あんまりたくさんは配信できなかったけど、やっぱ兵庫規制、規制、兵庫県に規制している間期間と、そのこの押し始め期間が被ってたから、いっぱいは配信できなかったんだけど、皆さん、ソラハにいっぱい投げてくれてありがとう。ね、かわいい。なんかアバターの絵がかわいかったからね。25万ポイント達成したらいいなと思ったけど。でもみんなが投げてくれたことに意味がある。ありがとう。みーさん、推しの輝き、ありがとう。ソラハにしか投げてない、本当？信用してる。お、フォローありがとう。フォロー、まだルームフォローしてない方はぜひルームフォローお願いします。
そしてお話し会のお手続きがまだの方は残り3分ぐらいなのでよろしくお願いします。ソラハに投げるために始めてきた。ありがとう。みんなソラハがこのネック、あの剣道のアバターとか赤と緑のこの音符のアバターとか使ってね。可愛くないと思っても使ってくれたら嬉しいな。あとソラハの名前のアバターとかガチャとかでもらえるやつ。でも剣道アバター可愛いからおすすめ。赤と緑は自分で描いたからおすすめ。ちゃんと顎も伸びてるしね。ニッシーさん神ありがとう。あ、57分ほんとだ。それでは壇上を読みます。13位ニッシーさん、12位トシキさん、11位スーさん、10位ヨウさん、9位ミハーさん、8位サイダーさんごめんなさい。7位ウィーさん、6位オリックオクさん、5位キズナさん、4位 BKB さん、3位カイトさん、2位天然うなぎさん、そして1位はアルホトさん。ありがとうございました。みんなありがとう。神ギフトとか推しの輝きとか、なんか横断幕じゃないとやけど、なんかああいうやつとか送ってくれてありがとう。そしてアルホトさん、クマタワーありがとう。1月もありがとうございました。2月もよろしくお願いします。明日は朝配信ができたらしたいなって思ってますので、ぜひルームフォローしてまた一度も遊びに来てください。今日はちょっとコメントがちっちゃくてこち亀だったんですけど、よろしくお願いします。スクショタイムありがとうございます。え、もう終わっちゃう？まだ？時計がないからなんだけど。また2月に会おうね。2月も好きでいてください。メール自動登録して2月も読んでください。クックさんありがとう。強さ結果してギリギリに送ってもダメです。ありがとうございました。また待ってるよ。どう？いっぱいスクショ納めしてて。ありがとうございました。また2月も仲良くしてください。そして好きでいてください。気合いにならないでください。今日のおもんなメール見てください。メールの返信待ってます。ありがとうございました。バイバーイ。またねー。つくねたーさん、ハートありがとう。バイバーイ。おやすみなさい。